ダンダダン、アニメライブは大見た海外の反応集。ターボグラニーを売れるぬいぐるみに変えたなんて信じられない。彼女が船乗りみたいに口汚くののし、彼女を倒した生意気な子供たちについて悪口を言い、可愛い体で全く無力になってるのが最高に可愛い。多くの人が猫の正体をネタバレされていないことを願っています。漫画読者たちは彼女について話すときにあまり慎重ではなかったですからね。笑い。ED、野良の猫は一体何だったんだろうって思ってたよ。笑い。まあ、知れてよかった。バカな二人は、1分以内にキスから気まずい沈黙、そして喧嘩へと移りました。笑い。ロマンティックコメディの最高潮の瞬間。アニメ全体の中で最も信じられる重大の関係だと思います。正直に言うと、このエピソードが学校から始まるのを見たとき、最初はちょっと怖かった。でも、最後まで見たらもっと見たいって思ったよ。笑い。桃がオカルンを連れて行くために誰かをノックアウトしようとするシーンはすごく笑えた。ターボおばあちゃんが売れそうなぬいぐるみに変わるまでは今までで一番笑ったエピソードかも。彼はたった1話でほとんど全ての感情を表現しました。素晴らしい脚本ですね。もし2人がキスしているのが見られなかったらどうなっていただろうと不思議に思う。クラスメイトたちにとっては考案が決定打だったようです。笑い。キスはまさにおまけでした。シャフトだと何を偉そうに言ってんのよ。せいぜい鉛筆ぐらいじゃない。オカルン完全に撃沈。この番組では登場人物同士が会話するだけでロマンチックなストーリーを素早く展開し解決するところが本当に気に入っています。お互いに非を認め合って自分の言動に責任を持つところも好感が持てるよね。ダンダダンが実は少女恋愛物語だと明かすエピソード。令和のラブコメだけど、まるで X ファイルと遺伝子操作で融合したみたいだね。小物友達に感謝。彼らはここにいる誰よりも熱烈なファンだ。口は悪くて強引だけど思いやりのあるギャルとロマンチックなカップルになるというのは全てのオタクの夢です。 D、 そして全てのギャルの夢は本物の高倉健のような男性とロマンチックなカップルになることです。エピソード3、に対するみんなの反応、それがおばあちゃん。エピソード5、に対するみんなの反応、それがおばあちゃん。ダンダダンはロマンスアニメなの？10分間で3話分の展開があるね。これは間違いなく最高のロマンティックコメディの1つであり、同時に最高のバトル少年の1つでもある。だからオカルンが桃に自分の気持ちを伝える勇気がないのは彼に度胸がないからだ。仕方がない。結局彼は不器用な男なのだ。史上最高のファーストキス、そしてアイラのデビュー、サーイコ、招き猫姿のターボおばちゃん、とっても可愛い。モブサイコのディンプルみたいになるよ。でも深刻になってきた。ダンダダンの本当の筋書きはオカルンの玉を見つけること。招き猫ターボばあちゃんは苗たちび、ルフィみたいに聞こえる。聞こえて忘れられない。ターボババ、デンプル初期のアークの悪役たちが商業的なマスコットキャラクターに変身するって面白いですね。オカルンのイースタークハントが正式に始まりますね。ダンダダンは他の多くの恋愛アニメよりも実際に恋愛がどのように進むのかをよりよく理解していると感じます。著者は実際に恋愛を経験したことがあるようで、その体験を覚えているようです。編集者は彼にシリーズを書き始める前に少女漫画を100冊くらい読ませたので、彼は間違いなくロマンスの展開のつかまつ方を知っているんだ。笑い。2人が誤解を解くのにかかったのはたった1話だけ。多くのロマンティックコメディは3シーズンと2本の映画で完結する。令和の恋愛×バトル少年は最高。前半は糖尿病になりそうだった。お互いに夢中だけど、それを公に表現するのが恥ずかしいバカな2人。ダンダダンはロマンティックコメディでもあるんだ。彼らが何度もすれ違うという漫画のようなシーンがあったのに、その後ロマンティックコメディで偶然のキスを比較的リアルに描写していたのは正直面白い。こういう状況が今回のように不快で痛々しい形で終わるなんてありえない。でもこのエピソードが11月にリリースされたのは少なくともこの時間帯では本当にぴったりだ。みんながの NUTNOVEMBR を思いついた時、彼らが言っていたのはこれじゃないと思う。でもまあ期末までに弾が戻らない限りオカランが自動的に勝つと思う。そして今マスコットがついにデビューした。まあ彼女は実は最初のエピソードから登場しているんです。ただ売れるぬいぐるみの形ではなかっただけです。でも
ターボ、グラニーの本当の姿で売れるぬいぐるみを作らないのはただの臆病者だと思います。さくらあやねのアイラ役はまさに完璧。彼女の声は漫画を読んで想像していた通りのものだ。また桃はこれまでで最も満足のいく笑い声を上げた。彼女の大爆笑シーンはとても良かった。和歌山紫音がまたしても最高だった。そしてついに ED の猫の中に誰がいるのかみんなが知ることになった。これに対する人々の反応を見るのが待ちきれない。アヤネルのキャラクターの二面性、とても魅力的で可愛いけどちょっと意地悪なところもある。でもそれがまた面白いところでもある。特にアヤネルが性格をとてもうまく表現しているから。オカルン、綾瀬さん、もういないの？綾瀬。何？オカルン、私のタマコのセリフを思いついた人は賞をもらうべき。綾瀬の笑いは完璧だった。彼らは恋人なの？違う、もっとひどい。彼らは本当にバカなんだ。もう、新しいオカルトンの変身、めちゃくちゃかっこいいな。ターボババアを倒した後どう話が続くのか気になってたけど、どうやら彼女はメインキャストとして最後まで一緒にいるみたいだね。でもオカルトン、全然休めないな。シャフトだけでどうやって綾瀬にアプローチするんだ？彼の恋愛はボロボロだよ。オカルトン、かっこいいコートまで手に入れてさらにイケメンになってる。でも桃が彼がボールなし、ナノを楽しんでるみたいだし、まあそれで少しは救われてるかもね。笑い。ダンダダンはバトル少年漫画のふりをしたロマコメでありながら、最高のロマコメとバトル漫画の一つになっている作品だね。戦闘シーンは最高だけど、その後のキャストのやりとりがどうしても一番好きなんだよね。アニメだけ見ていて、過去4話のエンディングに出てた猫が誰なのか分かった時の感動、最高だった。正直言って2人のロマンスを本当に楽しんでる。普段見るものと比べるとかなり攻めてて良い感じだね。エピソードの前半は良いペースの変化のように感じられた。いや、考えてみればティーンエイジャーの関係もある意味でオカルト的なものかもしれない。というかターボババアが天の邪悪らしきものに取り憑かれた。ほんの数日で桃は慣れ慣れしくしないでから昼休みを待ちきれずオカルンと話したくてたまらない状態に変わった。一目惚れではなかったけど、それでも彼女はあっという間に、しかも深く彼に恋に落ちてしまった。彼らがお互いを思い合うシーンは、私がこれまでアニメで見た中で最も本物の学校生活を描写しているように感じられ、少し懐かしさを感じました。桃は校門でオカルンを待っていて、彼が無視したことに対して怒ることすらなかった。彼がどれだけ社交的に不器用か知っているから。オカランが本当に変な子に見えるところが本当に好きです。コメディーのために非現実的に変な子にしているわけではなく、暗に変な子を暗示しているわけではなく、本当に変な子です。彼のボディランゲージや動き方は社交的にぎこちない変な子のそれであり、とてもうまくできています。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。